痙攣痙攣、痙攣、カンベルションとは、不随意に筋肉が激しく収縮することによって起こる、発作。痙攣のパターンは、多種多様であるが、大きく全身性の場合と体の一部分である、場合とに分ける子ができる。痙攣を新規に発症した場合には、医療機関を受診することが重要である。小児の痙攣は、熱性痙攣が最多である。 特に乳幼児では、発熱に引き続く、熱性痙攣がしばしば見られる。熱性痙攣は6ヶ月5歳頃に多く、短時間の発作である場合がほとんどである。成人では60歳頃までは、特発性転換が最多。それ以降は、脳血管障害による痙攣が多く、脳腫瘍の頻度も増える。痙攣・カンベルションとは、全身。 または一部の筋肉の不意かつ発作的収縮を示す症候名である。転換、エピレプシーとは病名であり、別物である。転換の本体は脳波の異常であり、必ずしも痙攣を伴わない。事実決心発作は非痙攣性であるが、脳波異常があり転換の一種である。また、脳腫瘍は転換ではないが痙攣を起こす。また紛らわしいことに痙攣発作。 性ずれという言葉もある。これも症候名であり、転換や精神疾患の臨床症状で、転換を思わせる一回の痙攣発作という意味である。症候的に判別が必要な要素は、失神や意識障害で、特に失神との区別が大切である。筋肉の収縮があるのか、失神の主体は、筋脱力である、代謝性、アシドーシス、筋肉の収縮が激しく嫌気性呼吸が起こり、 代謝性アシドーシスが生じるが存在するのか、失禁や失便があるのか、回復後に意識障害があるのか、舌を噛んでいたりしないのか、これらは失神よりも経攣を強く疑うべき状況である。こういった状況を聴取するために、本人や目撃者の話をしっかり聞くことが重要である。これらの区別を行う意義としては、原因疾患が大きく異なる点にある。 失神は循環器疾患が多いのに対して、痙攣は中枢神経に病変が考えられることが多い。失神か痙攣か区別できない場合は意識、消失発作とし、失神と痙攣の両方の原因検索を行う。また、外傷の検索も、失神の場合と同じように行うことを忘れてはいけない。大抵は意識消失を伴う痙攣であり、失神同様倒れるからである。 経年直前の尖具症状の有無、悪心や感覚の異常、発作後のどの時点で意識が戻ったのか、救急車の中か、道路で倒れていたか、転換発作の誘発因子、飲酒、疲労、睡眠不足、女性の場合は、月経との関連は本人から聴取できる。発作の死の動きの左右差、眼検、眼球の状態、バイタルサインの推移などは入院中の発作でなければ、 わからないこともさは。痙攣の原因検索において、最も重要なのが、転換によるものか、その他全身性疾患によるものかの区別である。病歴に転換がない痙攣初発の患者の場合は、まずは、症候性のものを否定する、要診断プランを立てる。鉄則としては、まずは低血糖を否定することである。というのも、血糖の検査は、最初に行わないと忘れてしまう上、 他の検査で低血糖を示唆する初見というのは、ほとんど内科である。カリウム代謝の異常や、高カルシウム血症では痙攣は起こらない。バレーボール、マラソン、サイクリング、テニスなどのスポーツ中に起きることがある。筋肉の疲労や、体内の水分不足や体の冷えによる血管の縮小が原因である。スポーツ中以外でも、普通に歩いている時や足を伸ばした時にも起こる。 現代医学では、予防法や詳しい原因は解明されていないが、ストレッチや柔軟運動、水分摂取、血流の改善などが有効な方法と思われる。小村帰りは、被服筋の異常な緊張による痙攣で起こる。痙攣・カンベルションは、大脳ニューロンの過剰放電に由来する急激かつ、不随性の筋収縮であり、以下の3つが知られる。部分発作では、 大脳ニューロンの過剰放電が起こる部位、発作焦点に応じて、大脳皮質機能局剤に基づいた症状が起こる。運動発作、感覚発作、自律神経発作や精神発作が知られている。意識障害を伴わない部分発作を単純部分発作、側頭用などに発作焦点を持ち意識障害を伴う複雑部分発作という。 発作焦点が前頭用皮質の運動量やにあると、部分発作として痙攣が生じうる。一時運動や、中心前回に、発作焦点がある場合は対応する、片側顔面、上肢、下肢に痙攣が生じる。麻大性痙攣は、筋の過剰な収縮と弛間を、ある程度規則的に反復するガク,ガクとした痙攣である。過剰筋収縮が持続し、死を進展。 すなわち突っ張るような、あるいは屈曲位を持続するのが、強直性痙攣である。強直性痙攣から、麻大性痙攣に移行するのが、強直麻大性痙攣である。発作焦点から始まった局所的な大脳ニューロンの過剰放電が一時運動屋に沿って波及すると、例えば顔の片側に始まった痙攣が、同側の種子から、前腕、上腕と波及していくことがある、弱尊待ちという。 痙攣した後に痙攣した死が一過性に麻痺することがあり、この状態をトットの麻痺という。前頭葉眼球運動やに発作焦点がある場合は、眼球、頭部が病巣の体側に回善するような公開発作が生じる。また補足運動やに発作焦点があると焦点と体側の上枝を新展挙上しこれを見上げるように眼球と頭部を向ける。 姿勢発作が起こることがある。その他、側頭葉内側を発作焦点とする自律神経、発作、側頭葉を焦点とする精神発作が知られる。多少なりともまとまっているものの、適切な目的性を書く一連の動作、表情、行動などが不随意的、無意識に生じることがあり、自動症と呼ばれる。代表的なものは、舌なめずりや舌打ち、もぐもぐと口を動かす。 ごくんと飲み込むなど後部自動症である。その他、顔や体を撫でたり、こすったり、衣服をまさぐったり、手を揉んだりなどの身振り自動症もある。自動症は複雑部分発作中あるいは、発作後朦朧状態に認められ、患者本人は、その記憶がないか、あっても、断片的、部分的である。全般発作における大脳ニューロン過剰放電は、局所性ではなく両側性。 後半に起こる。転換発作が局所性に部分発作で始まり、異常放電が両眼性、微慢性に波及した結果、全般発作が生じることがある。これを二次性全般化という。全般発作は後半な脳障害のため意識障害を伴い、両眼性の強直麻大性経列を生じることが多い。強直麻大性経列の経過を示す。マ、ま、スは意識消失に伴う。 突然の痙攣が起こる。これは海口、海岸と眼球上点、上枝は外転居上支中は屈曲位で、前腕は開内する。次に強直症であり、通常持続は10から20秒ほどである。死は進展し、呼吸筋の強直により、肺からの空気が閉鎖した生態を通って、強く呼び出される際に叫び声を上げることがある。呼吸停止とチアノーゼが認められることがある。 マダイ症の持続は三十秒前後が多い。マダイ性系攣の間隔は次第に長くなり終焉する。降絶はこの時期に起こる。自律神経症状として、貧脈、血圧上昇、動向三大、流然、発汗型が見られる。深い吸気を持ってマダイ症は終わる。マダイ症が終わると回復期になる。この時呼吸は再開し、対抗反射も回復する。 痙攣後の意識障害は持続する。まず、患者の前に来た時、痙攣が持続しているのかしていないのかを確認する。痙攣発作は大抵は数分で消失するが、中には数十分続く痙攣重積というものもある。痙攣中は呼吸は満足にできないので、持続すると低酸素脳症を起こす恐れがある。 30分以内に停止できなかった場合は脳に不可逆的な変化が起こる場合がある。そのため、痙攣を止める必要がある。痙攣発作中の患者にはまず、BLS、アッコルズのアルゴリズムに従い救命を行う。低血糖、心室細動の診断もこの時に行う。低血糖ならば50%ぶどう等 20ml を 2A、40ml リリを常駐し、心室細動ならば、 電気的除細動を行う。次に考えるのはヒステリーによるもの。偽痙攣という、であるかだが、これは、経験的に診断することが多い。疑わしければ、アームドロップテストなどを行うこともある。偽痙攣が否定されれば、新生痙攣の治療となる。ごく稀に、ホリゾンを 20mg 投与しても痙攣が収まらない、場合がある。この場合は、アレビアチンの点滴を開始する。 これでも止まらなければチオペンタール、ラボナールを50から 100mg、1A に 500mg 含まれているので、注意常駐したり、フェノバール、100mg、A を 1A 禁駐したりすることもある。これでもダメなら、気管相関し、低酸素を防ぎ専門医に相談するべきである。アレビアチン、フェニトインは 2A 以上でないと効果がないと言われている。 この薬はナトリウムチャネルが不活化状態から回復させる頻度を減らすようがある。よく用いられる抗転換薬であるデパケン、バルプロ酸もこの作用を有しているがこちらはカルシウムチャネルにも作用する。発作が止まったら原因検索と外傷検索を行う。採血を行い地酸、生化学、アルコール濃度、抗転換薬血中濃度を測り、 動脈血液が過ぎて代謝性アシドーシスを確認する。頭部 CT や尿中薬物検査も行う。これらの検査で異常があれば、症候性転換と診断され、異常がなければ新性転換である。診断ができれば、それに基づいて治療を行うことができる。原則として、初発の経攣では入院による精査が望ましい。しかし、患者の希望によっては、 後日脳波検査となる。転換は発作型によって治療薬が異なるのだが、この場合は抗転換薬の予防投与となる。それ以外の新生転換で受診となるケースとしては、コントロール不良の場合がある。これは非常に危険なので入院精査が必要である。タル薬の場合は、アレビアチン投与護服薬を再開する。今までコントロール良好であったのに懸念した場合は、 抗転換薬の増量を行い、かかりつけ医に受診させるという方法もある。症候性転換の場合は、原因疾患を治療すれば感知できる可能性がある。可能ならば原疾患を治療し、抗転換薬の投与そして診断に合わせて、ご専門医を受診させればよい。転換で最も怖いのは経連後外傷である。危険を感じたらためらわず入院させる。 不思議なことに、転換は、ある一定の時期を過ぎると、痙攣しなくなることがある。すなわち退薬可能となる。こういった判断を仰ぐために、専門医の受診は欠かせない。偽軽連・スドジージャー、心因性発作は、転換患者の5から35%も認められると、されている。薬剤無効の発作の35%程度が、心因性発作とも言われている。 経攣と心因性発作の間別点を一家にまとめる。ある発作が心因性と診断できたとしても、同一個人のすべての発作が心因性と診断することはできないため注意が必要である。首の規則的な反復的な左右への横振り、発作の最中に併願している場合、発作中に泣き出す場合、発作出現に先行して1分以上の併願や動作停止を伴う、 疑似睡眠状態が出現する場合は、心因性発作の脳性が高い。また発作後血中のプロラクチン濃度が上昇している場合は経攣であった可能性がある。特に重要な小児科学の分野の疾患としては、熱性経攣と髄膜炎が挙げられる。熱性経攣は、発熱に伴って起こる経攣である。中枢神経感染症や電解質。 血糖異常などが否定された、機械痙攣の一つである。男児に後発し、小児痙攣の50%が本症である。6ヶ月から6歳の初発が多く、通常は7歳以降自然消失する単純型である。7歳までの発症率は日本で7の10%で、あり、米国で2の5%とされている。単純型熱性痙攣は15分未満、多くは5分以内の短時間発作であり、 全般性発作、典型的には大発作、強直魔大発作を示し、左右対称であり、症状を伴わない。24時間以内に1回の経攣であり、頻発せず、意識障害も短い。複合型熱性経攣は15分以上の長時間発作であり、局所性の神経学的症候を伴う。24時間以内に2回以上の再発性、経緯であり、 転換の家族歴を持つことが多い。再発因子としては、初発1歳、未満、一心頭の熱性経攣、否定系熱性経攣、神経学的、異常、一心頭の無熱性発作の起用などが挙げられる。典型的には3分ほどで覚醒するので、病院を受診した時点では覚醒している。発熱を伴っている場合は、自律神経の作用による新鮮をしばしば不慣れな親は、 経連と間違える。新鮮は寒冷時の死子の震えと基本的には同じであり、持続的で病的な印象が乏しい。熱性経連の再発因子として、が挙げられる。その他の再発率に関連するリスクとしては、この3つべてが当てはまれば、再発率は80%である。転換の発症に統計的に関与しているのは、このいずれかを満たすと、転換の発症率は、 やや高い2.4%。その他に、の3つの因子のうち2つ以上があると10%程度まで上昇する。熱性経攣自体は高頻度の良性疾患であるが、その他の疾患との鑑別が非常に重要となる。注意が必要な経攣発作は5分から10分以上。継続する時間の長い経攣、保護者は長く感じるので注意が必要。 一回の発熱で二回以上痙攣を起こす場合、無熱性の痙攣、意識がなかなか戻らない場合、生後初めての痙攣、片側性痙攣などが挙げられる。痙攣自体の対処法としてはポジショニングである。発作が続いている場合は胸元を開けて楽な姿勢とし、肩枕をする。この目的は、軌道確保を行い、誤演、誤飲を防止することである。痙攣で舌を噛むことは、 ほとんどなく、箸、タオル、スプーンといったものを噛ませることに意義はない。むしろ、舌や歯を傷つけ、タオルに関しては、呼吸困難を起こし、大凸時に、窒息の原因となる可能性もある。急性期の治療としては、ジアゼパム座薬、ダイアップ挿入であり、これで数分で止まる。効果がないときは、ジアゼパムの注射液を0.3から0.5ミリグラム。 キログラムを2から3分で常駐する。治療については15分以内に収まる熱性痙攣に対して医学的には予防も治療も必要はない。15分以上の長い痙攣を起こさないようにするのが治療のゴールである。頻回に熱性痙攣を起こしていたり病院へのアクセスが困難で親の不安が強い場合は抗転換薬による予防を行うことになる。その場合は ジアゼッパム座薬、ダイアップ挿入の指導を行う。軽電中以外は、投与に意味はないが、再発予防として1日2回まで、8時間以上の間隔を空けて、発熱時も3回以上投与しないとして、予防を行うこともあるが、通常は豚服で十分で、ある。予防としてよく行われる方法は37.5度以上の、発熱で、ダイアップを挿入し、8時間後に38度以上の、 場合に2回目のダイアップを用いる。24時間経過したら3回目も使用可能だが通常は用いない。2年間予防を行い5歳くらいで大役を試みるのが通常である。解熱剤の座薬を併用する場合は解熱剤を先に挿入するとダイアップの吸収が阻害されるため併用する場合はダイアップ使用後30分以上経過してから解熱剤を挿入する。 家庭にて治療をした場合も、髄膜炎、脳炎の否定のために受診が望まれる。ダイアップを使用して、熱性痙攣を予防したとしても、転換への移行への防止効果はなく、下熱剤を早めに使ったとしても、熱性痙攣の予防効果もない。熱性痙攣で病院を受診する重要なことは、髄膜炎、脳炎、代謝性疾患による痙攣を見逃さないためである。 アップガイドラインでは6ヶ月以下の乳児の熱性痙攣の患者では、治産、生化学検査が必要としている。熱性痙攣で、髄膜炎を合併する確率は2から5%である。髄膜刺激症状は30%で認められない。アップガイドラインでは12ヶ月以下の乳児、初回で複合型熱性痙攣の場合、意識障害がある場合、熱性痙攣重積の場合は、 水液検査を行うことを推奨している。熱性痙攣と診断し帰宅させた後、そのまま時が入眠してしまい、意識障害と区別がつかないこともある。この場合、痙攣重積を疑うのならば覚醒させるのが基本である。全身性の痙攣があれば、素人でも明らかにわかる。また転換では、運動症状がなく意識障害が起こるものもあり、判断に悩むこともある。しかし、 ある程度目安となる初見というものもある。それは自律神経症状と局所的な痙攣の動きである。自律神経症状は脈拍と動向で調べる。動向が散大し、発熱だけでは説明できない頻脈が認められれば、痙攣が持続している可能性が高くなる。時間経過を追うことも重要であり、一旦縮動し、賛同するようであれば、自律神経が変動しており、 発作が起こっている可能性がある。局所的な瞬間的なピクつきにも注意を払う。これは、まだい性経連の特徴である。眼球変異は重要な兆候である。片側に変異していたり、また上転している場合は、発作が継続している可能性が高い。特に眼球変異に伴って一部に力が入り、不自然な C となって筋緊張が更新している場合は、 痙攣発作である可能性が高い。こういった場合は、抗軽蓮薬や人工呼吸器を含めた全身管理を行い、髄膜炎、脳炎、出血といった原因精査を行う。髄膜炎は原因微生物によって、細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎、結核性髄膜炎に分かれる。髄液所見によって、これらを判別するのが一般的である。 細菌性髄膜炎は緊急に治療を行わなければ、後遺症が残る小児緊急疾患である。結核性髄膜炎も治療を行わないと後遺症が残るがこちらは進行が遅いという特徴がある。髄膜炎では王と腹痛を伴うことも非常に多い。後部硬直は非常に重要な所見であるが害が取りにくいことも多い。その場合は、剤で膝を立て、 体育座りで額を膝につけられるかで判定するとも、ある。細菌性髄膜炎は、起炎菌が年齢によって異なるのが特徴的である。発熱、頭痛、嘔吐、意識障害、痙攣といった主訴で来院する場合が多い。機嫌が悪い、なんとなく、元気がないといった、人食い的な症状でも可能性はある。後部硬直、ケルニヒ症候といった、 髄膜刺激症状、セアドを合併した場合は、大泉門防流といった所見が認められることがある。発熱、痙攣は、熱性痙攣との鑑別が重要となる。典型的な病歴としては、発熱、心臓、嘔吐、頭痛、はじみんなどの症状が出現し、徐々に進行し意識障害や痙攣に至るというもので、ある。有熱性の痙攣で、意識障害は遷延したり、 入軸早期の経攣など、熱性経攣の後発時期と異なる場合は、細菌性髄膜炎も間別に入れるべきである。重症感染症で特に見逃してはならない。疾患としては感染性神内膜炎、IE と細菌性髄膜炎が挙げられる。特に新生時期では、経過が急激であり、半数近くが神経学的な後遺症を残し、約1割は死亡するため速やかな治療が求められる。 髄液は BBB を超えなければ移行できないという薬物動態学的な事情があるため、高容量の抗菌薬の投与が必要である。細菌性髄膜炎の可能性が否定されるまでは、髄膜炎の容量で投与するということはよくやる方法である。細菌性髄膜炎が疑われた場合は、原則としては抗菌薬投与前に腰椎潜取を行う。皮あるいは、 両側動向固定、3代、除脳硬直、除皮質硬直、チェーンストークス呼吸、固定した眼球変異があり脳ヘルニアがあると疑われた場合、死乳部位の局所の感染がある場合、血液凝固異常がある場合などは、一般的に、髄液検査は禁忌となる。この場合は、血液培養施行後、頭部 CT にて、脳ヘルニアの除外ができれば腰椎選手となる。 血液培養養成は重症感染症を評価するためである。また、ショックの症状が認められ、全身状態の改善が急務の場合も考えられる。この場合は最低限の全身状態改善後に、腰椎選手を行う。腰椎選手にて必要な検体の摂取ができれば速やかに治療に移る。検査結果は治療反応性が典型ではない場合も想定し、 適宜参照を行う。インビトロでは感受性のある抗菌薬を使用した場合、ほとんどのケースで開始後36時間で、髄液は無菌化することが知られている。抗菌薬投与後、翌日も腰椎選手を行うと、細胞数やタンパク量はむしろ増加していることが、しばしば観察されるがこれは、菌体破壊による炎症反応の更新である場合もあり、一概に、 髄膜炎の悪化とは考えられない。髄膜炎に限らず、重症感染症では、発熱に加えて、意識障害、痙攣、循環、呼吸障害、電解質代謝異常や脱水、出血傾向などの問題を抱えていることが多い。一時治療では循環、呼吸状態をはじめとする、全身状態の安定化、指示療法に向けられることが多く、抗菌薬以外に、 臨床症状が改善する因子がある。しかし一般的には、抗菌薬がなければ指示療法のみでは、臨床症状の改善は限定的である。小児髄膜炎における臨床症状の改善は、熱もなく、けいれんもなく、意識があり、機嫌も良いといった状態である。二回目の腰椎戦士の目的は、抗菌薬による髄液の無菌化の確認であり、 入院二日目であっても三日目であっても問題はない。明らかな改善が認められれば省略することも可能である。ただしこのような経過は比較的少ない。適切な治療を行っても死に至ることもあり、生存者の1、3程度に、聴力障害や神経合併症といった症を残している。そのため、少しでも回復が十分ではないと考えれば、 髄液検査を行うべきと考えられている。逆に、臨床症状が悪化した場合は、ノーヘルニアの発生も考慮して、頭部 CT を施行後に、サイド C 選手をする。髄膜炎の治療は、抗菌薬の投与が第一であるが、その他の補助療法として、副腎ステロイド、新頭圧性尿薬などが挙げられる。予後改善効果が認められるのは、 副腎ステイロイドの出来サメタゾンである。これは、抗菌薬の投与による、菌体破壊による、炎症反応の更新を阻害することで、治療効果があると考えられている。インフルエンザ肝菌による、小児細菌性追膜炎、肺炎球菌による、成人細菌性追膜炎では、予後改善効果が報告されているが、肺炎球菌による、小児細菌性追膜炎には、 効果がないとされている。投与方法は、常駐で 0.15mg、kg、回で6時間ごとで4日間までである。抗菌薬投与の20分前、遅くとも抗菌薬と同時投与とされている。治療効果から考えると3ヶ月以上6歳未満の小児と成人の場合しか積極的な投与となるが、この時点で、既遠金まで予測できることは、ほとんどない。 副作用は、デキサメタゾン投与中心による、再発熱や、消化管出血である。また再発熱もそうだが、検査数値を変化させる、治療のため、その後の経過観察が難しくなる。その他、脳ヘルニア防止、脳圧改善目的として、浸透圧整理尿薬、グリセオールやマンニトールをはじめ各種治療法があるが、劇的な効果は期待できない。幼児期から、 学童期に多く、ムンプスウイルス、国策キウイルス、ポリオ、インフルエンザウイルス、ヘルペスウイルスによるものがある。随液検査によって、細菌性髄膜炎と区別されるが、比較的軽症な場合が多い。ヘルペスウイルスによる場合は、抗ウイルス薬が存在するがそれ以外に関しては、随液移行性がある抗ウイルス薬が存在せず、対象療法を行う。 二歳以下の乳幼児に発生しやすい。肺結核に合併することが多い。進行は遅いが脳神経症状が認められたりし、治療を行わないと死に至ることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。